らそれ言います。定刻ちょっと前なんですけれども、時間は限りがありますので、スタートさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中、お越しくださいましてありがとうございます。放射能健康診断100万人署名運動全国実行委員会の皆様から、厚労省それから環境省の方々に、要請をし、また意見交換をしたいということで本日セッティングいたしました。本日は今お見えになっている皆様、ご自身の方から所属とお名前を頂戴したいと思います。私は福島みずほ事務所の池田と申します。本日は福島が本当は同席する予定だったんですけれども、今日は福島県の方に行っておりまして、あいにく同席できずに申し訳ありません。私の方で同席をしてきちんと報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様に今、放射能健康診断の100万人署名の小山さん事務局長から資料をお渡しをし、その上で一人ずつ自己紹介をいただきたいと思います。名前とご所属よろしくお願いいたします。これから進行は小山さんにお願いします。皆さんどうも、今日はよろしくお願いいたします。私、放射能健康診断100万人署名の実行委員会事務局長小山と申します。簡単に皆さんの方から、厚生省と労働環境省の方々 のお名前と所属だけ教えていただいて、あとじゃあ環境省の方から私たちの提案に対する、今日のお答えというか回答ありましたらお願いいたします。皆様こんにちは。厚生労働省、子ども家庭局の母子保健課に在籍しております梅木と申します。よろしくお願いいたします。環境省環境保健部放射線健康管理担当参事官室の参事官補佐をしております寺原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく環境省の環境保健部放射線健康管理担当参事官室に所属しております小林と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では早速ですけど、どうしましょう。厚労省の方後からまたいらっしゃるんですよね。じゃあ環境省の方から私たちの請願に対するお答えもしありましたらお願いします。環境省環境保健部でございます。請願をいただきました福島県県民健康調査の甲状腺検査の公表性内容が、県民健康調査二次検査で経観察され、その後の保険診療で甲状腺がんと診断された県民を県民健康調査の統計に計算しないことが明らかにされたと、これに対する環境省見解を求めますということで、要望をいただいております。また早急に甲状腺がんの発生する実態を反映するデータを福島県に要求してくださいというふうに要望をいただいております。甲状腺検査のあり方につきましては福島県の県民健康調査検討委員会で、議論されるものと承知しております。また経過観察後の収支処理につきましては6月5日に第27回県民健康調査検討委員会が開かれましたが、その場におきまして経過観察後の収支処理の把握の必要性について指摘されておりまして、収支処理の取り扱いに関わる具体的な検討が進められているところでございます。また当該の第27回の検討委員会の中で環境保健部長より経過観察症例を含めた収支症例を統計として報告することが重要であるという旨を指摘させていただいているところです。環境省といたしましては引き続き福島県に対しまして、必要な支援を行うとともに福島県の県民健康調査検討委員会の議論を、関心を持ってしっかりと注視をしてまいりたいと思っております。またもう1点が、環境省の専門会議についてでございますが、専門会議の中間取りまとめを、ほぼ2年前に公表しましたが、その中の甲状腺がんに関わる、検討の前提となる統計データに不備がある可能性を否定できないと、中間取りまとめ内容を見直してください、そのための予算を推測してくださいという要望をいただいております。平成27年の2月に開催されました第5回の甲状腺評価部会におきまして、鈴木真一教授の方から経過観察後の悪性の症例がその時点ではないという旨が発言されているところでございまして、平成26年12月に取りまとめられました
環境省の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門会議中間取りまとめにおきましては、ご指摘のデータの不備がある可能性は低いと考えております。また当該専門家会議の中間取りまとめにおきまして、先行検査で発見された甲状腺がんにつきましては、甲状腺の被曝線量がチェルノブイリ事故後の線量よりも低く評価されている等の複数の観点から総合的に判断しておりまして、原発事故以来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められないと評価をされております。2巡目の本格検査評価につきましては、これから行われることになりますので、引き続き福島県の県民健康調査検討委員会の議論をしっかりと関心を持って注意してまいりたいと思っております。以上でございます。いろいろと早口だったので皆さんに少し分かりにくかったかもしれませんが、福島県でのこの甲状腺がんの患者数の漏れの可能性については、検討委員会福島に対して環境省の部長からも要求しているということでいいわけですね。データをちゃんと出しなさいと。繰り返しになりますけれども、この検討委員会の場で、環境保健部長からこの経過観察の症例も含めた、収集症例を統計として、報告することが重要であるということをこの検討委員会の委員の、一人でもありますので、指摘をした、発言をしたところでございます。それは分かってるんですけども、それは公式に、福島県に対してこの、経過観察中の症例についても取りまとめる手立てを取ってくださいという環境省から要請したということなんですか、それともあくまで検討委員会の中での発言にとどめるという趣旨でしょうか。その辺がね、ちょっと性格が不鮮明なので、はっきりとお聞きしたいです。今ご質問いただきました、公式に要したのかという趣旨が何なのかにもよると思いますけれども、何か文章を出したというわけではありませんで、この検討委員会の場で今申し上げたことを委員の一人として発言をさせていただいて、指摘をしたということでございます。あくまでこの検討委員会は公式の場でございますし、公の場のものではございます。その上でですね、専門家会議の取りまとめの件なんですが、鈴木伸一さんが、2017年2月といいますと今から2年前この段階で先行検査の中ではこの甲状腺がんに関わる症例の漏れはないというふうにおっしゃったというのは知ってるんですけども、本当にそれを信じていいのかどうかというのが一つの問題で、もう一つは、2巡目の件評価はこれからと言っていますけれども、前々回の環境省との話の中では、この中間取りまとめを2巡目の評価を踏まえてもう一回見直してやると、中間になって今度は、中間の次になるんでしょうけれども、引き続き検討会議を開い、専門家会議を開いて評価を見直すというふうな話は予算化されてないというふうに聞いたんですよ。でこれを今はどう考えているのか、どういうふうな計画なのか、その辺を教えてください。以前そのようにこちらから申したかもしれませんが、その通りでございまして、特に考えは変わっておりません。そしたらば2巡目の評価は出てないけれども、出てもあまり検討するつもりはないという意味なんですか。繰り返しになりますが、この、ね、平成26年の10月にまとめました、専門会議の中間取りまとめの中で、甲状腺検査に関する部分に関しまして先行検査について評価をしておりますので、2巡目の評価を後に先行検査について評価をするということで、評価し直すということの考えは現時点で持っていないということでございます。すみません、言い方を混乱させたかもしれません。2巡目の評価に基づいた甲状腺がんの評価、意味わかりますか。2巡目の検査が今ここほぼ終わりましたよね。数値は出てますよね。これに基づいて
検討委員会を招集して再度2巡目のデータをもとに評価を出すということは考えていらっしゃいますか。今ご質問いただいたのは福島県の県民健康調査検討委員会で甲状腺2巡目の評価をされた後に環境省でも別にまた甲状腺検2巡目の評価をするとそういうことを考えないのかとそういった質問でしょうか。はい、そういった考えはございません。これはあくまで福島県の県民健康検討委員会とその下に設けられております甲状腺検査評価部会で2巡目につきましても検討が評価されるものというふうに認識をしております。ということは環境省は2巡目以降の評価については福島の県民健康調査の検討委員会の評価に従うというふうな立場だということでいいんですか。従うというのがどういった意味かしっかり捉えられないんですが、この甲状腺福島県の県民健康調査検討委員会とその下に設けられています甲状腺評価部会というのが、福島県の有識者会議でございます。でしっかりと専門家 のご意見を聞くことが大切だということです。でこの甲状腺検査を含めまして県民健康調査というのはご存知の通り福島県が実施しているものでございますので福島県が有識者会議を開いております。でその有識者会議の専門家の会議の方々が取りまとめたものを用いて、福島県が県民健康調査についてしっかり評価検討していくものだと思っております。また環境省としまして何もしないというわけでは当然ございませんで財政的有利的な支援を引き続き行っているところでございまして、そのあくまで一つとして環境保健部長がこの県民健康調査検討委員会の委員としても参加させていただいておりますし、先ほど申し上げたように、必要な内容と考えるものに関してはしっかり指摘発言をさせていただいているところでございます。ということはこの2年前にまとめたこの専門家会議の中間取りまとめっていうのは何のためにやったんですか。あくまで先行検査を評価するためにそれだけのために、すみません、これ甲状腺検査に関わった話ですけども、その部分については、もうそれ以降の取り組みはしないというふうなつもりでやってたんですか。この専門会議は今おっしゃられましたように甲状腺検査のみを見ているものではございません。でその時点ではまだ1巡目のしか最終的なものが終わっていなかったという状況でその時点の健康調査についてしか評価をしたというものでございます。でその後 の甲状腺検査を含めました県民健康調査の評価につきましては要項にも書かれてますけれども県民健康調査検討委員会と甲状腺評価部会において評価検討するという形になっております。はい、福島県から東京に避難してきている母子の母親なんですけども環境省の方は県民健康調査がどのような検査かご存知ですか。はい、把握をしております。甲状腺検査のみではなくとおっしゃいましたけどエコー検査しかしてないんですよ。それについて、全ての健康を管理できるっていうことをどうしてそういったこう発言ができるのか、それはどういう調査で、子どもたちの、健康を見ているっていう調査しているっていうことが言えるんですかね。甲状腺がんのことだけのエコーしかしてないんです。他に、環境汚染の問題であれば、長年血液検査をしていって、数値を見たりとかすることがあるかとは思うんですけども、この福島県の原発事故以降の県民健康調査は血液検査を取ってません。でそれなのに甲状腺がんだけではなくって今おっしゃられてるんですけども、他の健康のことについて調べてないのにもかかわらずそのように発言できるっていうこともわからないですし、環境汚染に関してでしたら血液検査とかを、取っていかなくてはいけないですし、子どもたちだけではなくて18歳以上の大人たちの健康も
管理していかなくてはいけないんじゃないですか。私は先ほど県民健康調査甲状腺検査のみではないと言いました。甲状腺のみではございません。県民健康調査は基礎調査詳細調査とございますが、基本調査の方は事故後4ヶ月後まで の事故当時のですね、被爆線量を測定しているもの、まあ、これが被爆線量からですが測定しているものでございます。その基礎調査とあと詳細調査は4つございますが、その4つの中1つが甲状腺検査でございまして、あと3つが健康診査、1つが心の健康と生活習慣に関する検査、もう1つが妊産婦に関する検査でございます。ですから全部で5つの甲状腺検査含めてですね、検査があるというものでございます。で環境省としては今後お願いしていて推進していっていただきたいのは、要は表面的なものだけですよね。エコーであったり心の問題であったり、要はそのはっきりとした数値として見れないことについてやるんではなくて、血液検査をやっていくように、それもデータ化していくのが本当の医学的根拠としての数値になってくると思うので、そちらの方を、厚生省の方とか、環境省の方とかが県民健康調査の方に、申し入れしていっていただきたいなと思います。まず甲状腺検査に関しましては、一次検査、二次検査ございますが、いわゆる精密検査ございます。二次検査に関しては基本的に全員血液検査、尿検査が行われております。それから健康診査につきましては、これは健康診査対象者は福島県民全員ではございませんけれども、健康診査に関しては、特定健診プラスアルファということで血液検査を、希望者に関しては行っているというふうに把握をしております。内でそのように血液検査を行っているというような母子の方の話は、近隣の地域住民、全くも縁もゆかりもなくなってしまったわけではなく、夫が住んでおりますので、話を聞きますけども、血液検査を行っているという話は聞いてませんですし、まず第一巡目の血液検査の段階で分かっていれば2巡目でがんに発展するかしないかとかも見ていけるではないのかなと思うので、まず1巡目、もう 何回目かになってはしまうんですけども、血液検査っていうのは重要な数値じゃないのかなと思うんですね。甲状腺検査について今言われたかと思うんですが、一次検査で腸の検査をしまして、精密検査、二次検査で血液検尿検査、二次検査は再度超音波検査もします。その上で基本的に全員ですね、血液の検査をしておりますが、こういった一次検査、二次検査何をするかというのは専門家の方々が考えられて、この福島県で決められたという内容になってございます。その専門家の方たちの結果、がんが二次検査で発見されているのだから、その専門家の意見はちょっと違うんじゃないですかというように申し入れすることも可能だと思うんですけども、要は、エコーだけの判定でがん、がんではない、で二次検査に進むのはある程度がん、ABC 判定とかあるんですけども、その中の判定の中で誰が見てもとか、お医者様が見てそういう判定になっているので、明らかにもう大丈夫であろうというものに関しては血液検査していかないわけですよ。なので、その大丈夫であろうっていう A 判定の方たちにも血液検査は必要だっていうことを私は申し上げているんですけども、そういうことは環境省としては環境汚染問題はやはりずっとそういうことを追っていかなきゃいけないと思うので、何もないから大丈夫ではなくて、今後発生するリスクも考えて軽減していくのが環境省の役目だと思いますので、その辺はお願いいたします。繰り返しになりますけれども、甲状腺検査の内容につきましては環境省が決定するものではなく、あくまでも福島県の専門家の方々に、引き続き議論してもらっているところです。それと私も小児科を長くしていたんですが、事実を述べますと、
十分ご存知と思いますけれども、一次検査で A1、A2、BC 判定が出ます。福島県では、先行検査しかまだ最終的なところは終わってませんが、先行検査で B 判定の方が 0.8%、C 判定が確か1人だったと思いますが、ほぼ 0% です。で、三権調査というのが平成24年に行われましたが、これは青森と山梨と長崎県で、4000数百名の方に対して行いました。で、同じような超音波検査を行った結果、B 判定の方が1% ということで、福島県の 0.8% と間違いなかったというふうになっております。でその上で引き続き B 判定の方に現在も精密検査 PCR の方に精密検査をしておりまして、事前に関して血液尿検査をしているというのは、引き続き行われているというところでございます。ちょっと時間がないんで、まとめますけどね、先行検査の結果、それからほぼまとまっている二次検査の結果について、特に先行検査の方では私たちと環境対策がどうも違うみたいですけれども、少なくとも二次検査については確実に漏れがあるということは共通認識になると思っています。がんの数がね、そうなると、今は6とか3とかいう数が出ていますけれども、今後もっと大きくなる可能性が出てくるわけです。環境省の方に英語の論文を今日お渡しいたしました。それちょっとだけ説明しますと、2012年に、山下俊一さんらが発表した資料なんですけれども、チェルノブイリでは高血、いわゆる結節ですね、これがある程度の大きさ以上になった子供をその後追跡調査したらば、がんがおよびがん疑いのリスクが非常に高かったという結論、その方々は書いています。その一人は山下俊一さんなんですよ。ですから、これは結節があるってことはがんの可能性がない場合に加えて非常に高い。 B とか、C は今いませんけれども、 B の方でこのままほっておくと非常にがんが増えてしまう可能性があるっていう恐れをすでに2012年に彼ら指摘してたわけです。そういう観点で言いますと、今の福島県の甲状腺検査のやり方っていうのは、これからは3年に1回になってしまいますから、二次検査の後に福島医大で腺子細胞診とかをした人以外はほぼ3年間ほったらかしになってしまうわけですよ。その間にがんの可能性が非常に高いということを僕ら恐れています。ですから、サポート事業というのを福島県はやっていて、お金は出すと言ってますけれども、福島県の県立医大に行かない場合にはこれは出ない、あるいは県立医大にそもそも二次検査を県民健康調査を受けない段階では出ないという仕組みになっているので、非常に統計的にも不利がまだあるというふうに思っています。そういうふうな話がこの県民健康調査の検討委員会の中でも実際されているので、ここについてね、改めて部長がその検討委員会に出ているとおっしゃいますけれども、環境省として引き続き関心を持っているというだけじゃなくて、具体的なアクションを取ってもらいたい。一次検査について、あれ二次検査、あ、すみません、間違えました、先行検査と一巡目の本格検査について改めて見直し、データを洗い出せというふうなことは要求してもらえませんか。まずその結節の話ですけれども、甲状腺検査先行検査におきましても、また青森、山梨、長崎の3県検査につきましても、A2 というのは 5.1 ミリ未満あるいはの結節と20ミリ未満の嚢胞ですが、に関しの割合がですね、どちらとも約40数パーセント半分弱ございます。そういう結節の状況としてはそういう値が出ているということでございます。甲状腺検査はご存じの通り、一度終わったらそれで終わりっていうことではありませんで、20歳までは2年に1回、それを超えてから5年に1回行
行うという形になっております。だからその仕組みの中で、その仕組みの中では漏れが今も出てるし、今後ますます出てくるんじゃないかということがね、僕らは危惧していますし、専門家からは検討委員会の中でも指摘されているわけですよ。で、福島県がどのようなことを出すかっていうのは、また次の検討委員会見ないと分かりませんけれども、環境省からも部長が出てるからいいっていうんじゃなくて、例えば文書で県知事に対してアドバイス、あるいは要望ってできませんかね。繰り返しで大変恐縮ですけれども、この工場検査を含めまして県民健康省の中身に関しては専門家の意見が非常に大切だと思っております。専門家というのは行政官というわけではありませんで、医学的専門家、医学的専門家、病院の方々、いろいろ、法制の専門家の方々いらっしゃいます。そういった方々の有識者会議というのが県民健康省検討委員会であり、工場検査評価部会でございます。でその中で先ほど申し上げましたように、先日の検討委員会の中でも各委員の方から今ご指摘されたような、経過観察症例も含めた経過観察後の経過観察症例も含めた終症例の検討が必要じゃないかということは議論されたところでございまして、保健うちの環境保健部長の方からもしっかりそれは報告することが重要であるということを発言しているということでございます。あくまでもこれは有識者会議の中で今後、今議論されているところですので、それと別に環境省が今言われたようなことを起こすというようなことは現段階では考えておりません。もし福島県がこの県民健康調査の甲状腺の統計の問題について十分な対話が取れなかった場合には再度プッシュしてもらえますか。どういったこれ福島県といいますか、福島県も含めてですけれども、今後検討委員会で議論されるのかというのはしっかり見ていきたいですけれども、それがどういった内容になるのかというのは私たちもその検討委員会になると分かりませんので、今の段階で何か申し上げるということは非常に難しいです。ここばっかり話はしていられませんけれども、この問題引き続き協議していきたいと思っております。何か皆さんでこの件提案という発言ありますか。あまり時間ないですけどね、結局被害者の側に立った観点から言うたらね、やっぱり十分にその被害をやっぱり環境省としてですね、立場から決してそういう、被害がですね曖昧にされたり、それから明らかにされなかったりしたら良くないと思いますのでね、やっぱりそういうことのないように、先ほどから聞いてると僕らが言いたいところのね、一番言いたいところが十分伝わってへんような気がするんですよ。実際に被害やってる事実をやっぱり見落としてはいけないし、そこをね、何回でもやっぱこう周囲に注意をしながら、やっぱりどういう被害が現実として起こっているかという立場をね、忘れ取ってほしいんですよ。立場としてはやっぱり被害の事実というのは明らかにやっぱ環境省の側としてはですね、取る立場やと思いますし、僕はやっぱり聞いててちょっとその被害をなんかそうは思って言ってるかどうかわかりませんけども、なんか少なくしようとしてるけども、事実はやっぱり特に常にご存知だと思いますけどね、チェルノブイリでももう30年も経ってるのに未だに健康被害続いてるんですよ。これは福島でも間違いなくその事実を歩んでいってるということをね、僕はやっぱりそう思うんです。やっぱり甲状腺がんに限らず心筋梗塞なりそういうのがね、事実としてあるんだから、やっぱりそっち側に向いてね、そのチェルノブイリの宣伝を見るならばですね、やっぱり30年経ってもまだ被害があるということは放射能がそれほどにね、恐ろしいものであり、何万年経ってもなかなか半減せへんというのはこれ事実ですよ。その立場をね、環境省という立場でですね、注意深く僕は点検やっていってほしいというのはね、今聞いてて、もっとそれを思ったんですよ。そういう立場で
やっていくべきものであるということです。そこをやっぱり十分踏まえて、僕ら言いたいところもですね、踏まえて、あの一等目の回答じゃなしに、やっぱり十分答えてほしいというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。次に厚生労働省のお二人揃っていらっしゃるので、後から来た方のお名前を教えてください。労働基準局安全衛生部労働衛生課、少し長いですが、電気放射線労働者健康対策室の鍋田と申します。じゃあ、この厚生労働省に関わる請願について、まず見解を3点お願いいたします。それでは、乳幼児の健康を守る観点で、年間20ミリシーボルトを下回る区域の避難指示解除に異議を表明してくださいという項目のところで、前任の、前回ですね、今年3月27日の請願時に当課がですね、持ち帰り検討するというふうに伝えている、その検討結果を回答してくださいということです。これにつきましてはですね、前回出席した、当課の担当者に確認をしておりまして、避難地域解除の場合の対応が必要である旨、厚労省から、担当省庁に助言する必要があるのではないかと問われたときに、厚生労働省の、当時は雇用均等局ですが、子ども家庭局に、子ども家庭局の所管において、該当する法律があるのかを持ち帰って回答しますというふうに、聞いています。よろしいですか。もう一回言ってください。避難指示、避難地域解除する場合の対応が必要がある旨、厚労省から担当省庁に助言する必要があるのではないかというふうに問われたときにですね、要は私どもの、課が、所属している、子ども家庭局ですね、そういったその該当する法律があるのかどうかというところを、持ち帰って検討しますというふうに回答したと。それは助言すべきだという法律があるかという意味で検討するということですか。要は、被爆とかですね、放射能、そういった基準なりを何か所管しているような法律があるのかということを確認すると。こちらとしては持ち帰って調べたというところで、子ども家庭局の訴訟においてですね、所管している法律内に、妊婦であるとか子どもというところに関して、被爆限度というものを定めたものはありません。一般講習については、はい、一般講習について被爆限度ありますよね。何ですか。一般講習、一般講習、一般の人、別に乳児とか限らずに、私どもが子ども家庭局という局の中で持っている法律で、子どもとかですね、妊産婦に対して、放射被爆の限度というものを定めたものがあるのかというのを確認したということです。後でまた話します、いずれにしてもですね、そういったその指定、避難区域の指定解除というところは、担当のところ、担当省庁にお尋ねいただきたいということになります。2つ目、はい、では2つ目ですけれども、厚生労働省が福島県と近隣都県の乳児・胎児の健康調査、健康診断と妊娠出産時の死亡率調査を行ってくださいということで、当時の、昨年6月の、担当者が、引き続きモニタリングする旨の回答、そういった、調査結果や今後の予定はありますかということであります。それから、医学論文というものが、先に出されていて、それは、厚生労働省の 人口動態調査に基づく内容ということで、
自らのデータの吟味再検討を始めてくださいということになりますが、基本的にその放射能に関わる健康問題というものについては、環境省の方で、所管していただいているというふうに考えておりまして、環境省の方でですね、研究事業をやっていただいているというふうに聞いております。放射能の健康被害に関する調査というのを実施しておりまして、そういったところの調査結果というのを、環境省とともにですね、注意してまいりたいというふうに考えております。自らのデータの吟味ということですが、いずれにしてもそういったその放射能の健康被害というところについてはですね、環境省の所管ということでありますので、お尋ねいただきたいというふうに回答します。今、厚労省の方からお話しいただいた通りでございますけれども、その環境省環境保健部が所管してましたが、放射線の健康影響についてではありませんで、正式に言いますと、福島県における放射線の健康について、主管をして、研究も含めて対応しているところでございます。すみません、3番の点につきまして、IF の鍋田から回答します。除染作業の放射線障害の防止について、厚労省の監督方法と実態、それから住民ボランティアには除染則と除染ガイドラインに基づくものが定められておりというような項目ですけれども、特に労働衛生の関係からご回答いたします。労働安全衛生法という法律がありまして、これは労働者にかかる災害防止のための最低基準、これをまず前提にし、労働者の健康安全と確保することや労働災害の防止の政策に協力することなど、事業主に責任を課した法律になっております。このため、除染電力則および除染ガイドラインですね、こちらは除染作業を行う住民ボランティアに適用されなくて、労働基準監督署では除染労働者を対象として監督を実施しております。その上で東電、第一原子力発電所作業員ですとか除染と従事する労働者ですね、こうした方には健康管理、被爆管理を万全に維持していくことが当然重要ですので、呼吸予防ですとか衣類、それから保護衣ですね、手袋、巻物を使用、あるいは喫煙や自己由来廃棄物を吸入する恐れのある場所での喫煙、密集禁止、それから除染業務にかかる特別という実施などを規制しております。今後とも除染作業で働く方の健康確保には積極的に取り組んでまいります。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ1点目からなんですが、梅木さんね、前回名前なんていう方だったかな、名刺をもらったんですけども、法律があるなしっていうところだけを議論したんじゃないんですよ。そもそも母子保健課というのは妊婦あるいは乳児らの健康をどこで地域であれ守るってことが任務のはずなので、前回は原発事故の後、福島を含めた、福島だけじゃないですよ、近隣の県でも死亡率が増えているというデータをお出しして、これに対する見解、それから特に220ミリシルトという常識的に見ればかなり放射能の影響がありそうなところに子供らを返していいのかということを質問したんです。もし保健課としてこれについて意義はないのかと質問したんです。だから単に法律上もし保健課の権限はどうこうという話だけじゃなくて、というのは放射能の問題に関わる問題とは僕らはあえて捉えてませんでした。たまたま20ミリシーベルト避難解除という問題と重なるから出してきたところはありますけれども、放射能の部分に関わらず子どもの死亡率が
上がっているということを前回は指摘したわけです。で、今の回答では1点目については避難解除の際の、権限に関わって厚生省の、権限を定める法律があるかというとないとお答えになりましたけれども、まずここについて聞きします。母子の保健課としては今あの子供らの健康が不安だと、あるいはちょっと死亡率が上がっているという問題について危惧は持ってませんか。ご指摘 の、 その上昇しているというのは先日あの当課に提出していただいた論文ということになりますでしょうか。はい、その件についてはそういった論文についてコメントする立場にありませんので。いや、危惧を持ってないかということを聞いているんですよ。いや、ですからその論文についてのコメントを差し控えさせていただきたい。論文についてのコメントじゃなくて、はい、そこに現れているデータを見て器具を持たなかったかということです。ちょっと意味が違うでしょう。統計の、情報を、お見せしていただいたということですか。その、はい、それで上昇しているということなんですか。そのここに、はい、2番目のところにも書いてありますように、2回前の請願の時には、医学博士の専門家の方が参加していただいて関心を持って見ているとおっしゃったわけですよ。関心を持ってるってことはですね、健康状態が良くなってるのか悪くなってるのか、何かこう異変が起きてる、まあ、異変っていうのはいいことも悪いことも含めてですけども、という意味でね、関心を持ってるというふうに僕は聞いたわけです。環境省の、調査研究なんで、そういった調査は福島県外、内外でやられているということを聞いておりますので、そういった検査のことですかね、調査結果のことですか。もう一回言ってください。環境省の方で、はい、福島県の内外の、健康の疾病の発生動向とかを、調査しているわけですよね。してますか。環境省でございます。環境省環境保健部の統数の研究の中の一つで、福島県と福島県外との各疾患 の、 死亡や罹患 の、 疾病罹患動向調査と言ってますが、そういう動向を見る研究というのは引き続き行っているところでございます。保険に関するデータというのは入っているだろうと、保障保険に関するデータは入っているだろうと思いますが、それはまだ発表もされてませんよね。すいません、環境投資 の、 研究事業もだと思いますけれども、3年間 の、 研究事業でございまして、27年度、28年度、今年度まででございます。で、27年度に関してはすでに報告書が出ておりまして、これはホームページで公開をしております。で、28年度、昨年度に関してはおそらく来週中に報告書が公開できる形になるかなというふうに思っております。ということは、それはでも単年度の調査なんですよね。研究自体は3年間でありまして、単年度でございません。またこれ疾患によって様々ですけれども、1年間だけの値を各疾患ごとですね、見ているものではございません。すいません、ちょっと細かい話なんですけど、そのデータというのは誰が、どこの研究機関がやっているデータですか。あれ論文ですか。論文ではございません。これは当時の、委託研究がございまして、30弱だったと思いますが、研究がございます。これは公募をしまして、それに各研究者応募をして研究をしていただくものでございます。で、今申し上げている福島県と県外との疾病罹患動向調査の研究は、現在大阪大学の大学院の研究者が主任研究者となって、それ以外の大学の先生方もいらっしゃいますが、研究が進んでいるというところでございます。それ一つだけですよね。これです。この放射線の健康影響にかかる研究調査事業。あ、そうでございます。その中の一つ。それ一つですよね。それは27年が発表されてる。はい、発表しております。公表しております。そうですか。はい。この前は29年度に発表されると聞いたんですけども、先行的にあるわけですね。
27年度、28年度、29年度の3年間の研究でございますが、毎年報告書というのは提出をしていただきますので、27年度の報告書についてはすでに公表しているところでございます。一応27年度のやつはあるということを、仮定して、仮定って私まだ見てないので、それは評価は僕はできないんですけれども、それは環境省なり厚労省の方がご覧になって判断されているわけですか。そういったデータを元に言われているのかどうかという確認をしたかったということです。環境省の言われているデータは私は知りません。人口動態統計が厚生労働省で出していて、その資産とかそういうデータのところの ご議論を今しているということですか。その、はい、2番目についてはそうです。要は経年的な数字が発表されているかと思うんですが、それで上昇というふうに判断されている。聞こえません。上昇と判断されているということですね。はい。どの時点ですか。2012年の1月からです。この資料にも福島県内外での研究疾病罹患動向の把握に関する調査研究、これですかね。環境省の研究はそうでございます。私たちが出しているのはこの資料の、これ何度も出してますけれども、特に新しいものを言うと、この右側ですね、福島県、群馬、茨城などの中産死亡の率です。これは今メディシンという論文に発表された統計です。ですので、これについて、この論文についてはコメントをする立場にありませんので、コメントじゃなくて器具を持たないかということをさっきお聞きしたんです。何か調査しなくちゃいけないんじゃないか、自分らの所感として異変が起こっているかもしれないという、そういう意味での関心、あるいは調査の必要性を感じないかということなんですが、いかがでしょうか。すいません、たびたび環境省でございます。先ほど申し上げましたように、福島の東電の事故に関する放射線にかかる健康影響に関しては環境省の統室が研究も含めて担当しております。でその中で今申し上げた委託事業研究の中の一つに、福島県内外の疾病動向の把握に関する調査研究というのがございます。で昨年度の報告に関しては来週公表ができるように今進めているところでございますが、平成27年度1年目の報告についてはすでに公表しているところでございます。でその中でしっかりと周産期死亡に関しても研究者の方に研究をいただいております。で27年度の報告書、これ公表もしておりますが、その中の該当部分を読み上げさせていただきますと、2008年から2014年の福島県と隣接6県の周産期死亡における死亡率を表示したというふうに書かれておりまして、2008年から2014年ですね。はい。周産期死亡における死亡率、死亡率というのが人口10万人ついで10万人単位で見てますけれども、全般的に都市における変動があるものの、山形県や新潟県で、特異的な変動値が、あったというふうに研究結果に書かれているところでございます。で詳細についてはですね、これは研究者がやっていただいているものでございますので、研究者に問い合わせいただくしかないんですが、報告書にはそのように報告されているところでございます。おそらくそれは都道府県別に調査してるんですよね。2008年から10年までの7年間都道府県別に見ております。福島県と隣接6県を見ております。ここで後に分かってるのは、福島県だけじゃなくて隣接ここに書いてある群馬、茨城、千葉、失礼、茨城、栃木、岩手、宮城の県をまとめて見ると明らかな上昇があるということです。なんでまとめたか、
母数を増やして精度を上げるためなんです。私もこの、論文の、著者に確認したんですけども、福島県あるいは1県のデータでは明確なものは出てこない。それはなぜかというと異変がないからじゃなくて、データが小さくてばらつきの方が大きくて、ばらつきって標準偏差でもいいですけども大きくて、異変が隠れてしまう。だからどうするかっていうと、母数を増やしてグループ化すると明らかな差が見えてくるということなんですよ。でこれは非常に統計的には常識的な手法なんです。小さいデータを一個一個調べつぶしても差は出てこない、あるいは隠れてしまう。しかも2014年までといっても短いですよね。私たちが持ち出したデータというのは少なくとも16年間取り組んで調査したわけ、すみません、15年間調査したわけですから、傾向としてはより精度が高いと思っています。まあこんな話はコメントに関わる部分でしょうから今日は言いませんけれども、少なくともこういうデータが目の前にあって関心を持っている専門家の方がいたんですけれども、それ以降厚生労働省としては何の対応も打たずに来たということなんでしょうね。今の段階ではこういった論文が出ているということは承知しています、うん、でも承知しているだけで何もしてないんですよね。たびたび横から申し訳ありません。これ対応するのが環境省環境保健部でございますので、今申し上げた研究を引き続き行っているところでございます。私ね、改めて2番目のことの請願の趣旨を述べたいんですが、2番目の部分では放射能、放射線という言葉一言も使ってないんですよ。放射能だったらば環境省というふうになぜかなってしまってますけども、そういう前提外してください。私たちは放射能の影響の有無なんかどう今ここでは議論してません。少なくとも福島とその近隣県の乳児胎児の健康調査、健康診断とその前提となる死亡率の調査を色眼鏡抜きで厚生労働省でやってくださいという要求なんですよ。こんなん簡単にできるでしょう。自分らで作ってる統計なんですから。それでもってやっぱり異常が起こってると思うだったらば、放射能はどうか知らないけれども何か対応するべきじゃないですかというのが私たちの要求です。厚生労働省の人口動態統計そのものの数字は見ておりますが、特段そういった情報が上昇しているというような、数字の変化は認められないのかなと僕は思っておりますが、それは専門家の意見ですか。あくまで個人的な見解です。専門家の意見をぜひ聞いてきてください。それとね、今ちょっと思ったんだけども、普通こういう場でね、個人的な見解ってあんまり述べる方いらっしゃらないんですよ。あなたは何を今述べたんですか。個人的な見解が厚生労働省の見解と一致しているから伸びたってことじゃないわけですか。一致しているかどうかわからないので個人的な見解というふうにさせていただいています。ということは今のは個人的な見解だっていうことですから、改めてこの論文、論文のに示されたデータを見て調査の必要性について判断してください。ちょっとやらせていただきます。梅木さんご自身は統計っていうのは
やったことありますかね。何か失礼かもしれませんが、統計あるいは疫学を。統計を専門で、修士とかですね、そういったものを持っているわけではございません。当然、母子保健科あるいは厚生労働省の中にはこの問題について詳しい方いらっしゃいますよね。お医者さん、疫学を関係の公衆衛生などを勉強して専門になっている方、まあ、いるかどうかは分かりませんが、まあ、いる可能性ありますね。まずそういう方探してもらえませんか。そしてこのデータを分析してもらうということを仕事にしてもらいたいんですけど、どうですかね。お金はかからんでしょう、あんまり。そういったことはちょっと私どもとしては やる予定はないです。まあ、で持ち帰るだけですね。どう違うの。いやいや、そういった専門家を探さないということではなくて、まず家内に持ち帰りますということです。持ち帰って何をしてくれるんですか。データを拝見させていただきたいと思います。聞こえないです。データを拝見させていただきたいと思います。拝見っていうのはどういう意味ですか。もう少し具体的にどういうことを考えるか、どういうふうな業務なのか教えてください。統計を見直したいと思います。一応統計の動態、人口動態統計を洗い直すってことはされるわけですね。ですから公表されているデータを改めて家内で見直しますと。はい、その上で何か、その上でどうするんですか。横から大変申し訳ありません。公表されているですね、人口動態統計等だけをもちろん我々もしっかりと見てはいますが、それを見て何か分かると、その数値を見てパッと分かるというわけではありません。でこれ専門家の方々ですね、これ行政官じゃなくて統計、今おっしゃる統計の方も含めた専門家の方に分析解析していただかないとなかなか分からないものだと思います。それでこの福島県に関してはなりますが、先ほど申し上げた研究所の中で人口動態統計も用いて研究を進めているというところでございます。先ほど私ちょっと言いました、2番目の部分っていうのは放射能っていう一言も書いておりませんので、環境省がもちろんやってもらうのは構わないんだけれども、本来であれば厚生労働省がやってる問題だと思ってるわけですよ。で福島とその近隣の6県およびそこまで死亡率が上がっているわけではないんだけれども、多少とも上がっている統計上は優位な差が見える、東京と埼玉、千葉、ここについては、ね、10% 以上の死亡率が、あ、すみません、福島県については 10% 以上、それから東京の周辺でも 5% 以上の死亡率の差が、原発事故の後。2020年改憲施行阻止、安倍政権を倒そう院内集会総括集会を始めていきたいと思います。今日はどうも一日お疲れ様でした。日本発射スムーニーだ。 OK、 韓国語でお疲れ様でした。日本発射スムーニーだ。英語は何て言うんですかね。英語でもお疲れ様でした。本当にですね、今日実りあるワンリアクションができたと思います。安倍改憲路線ということに対してですね、今日全国からそれから世界からも集まっていただいて、こんなことは絶対許さないんだと、安倍政権は倒れるのを待つのではなく倒していくんだ、そういうことをですね、今日の象徴行動を通じてはっきり私たちの意思を示す、そういう行動として成功したというふうに思います。それではまず最初に基調の提案ということで、全国関東実行委員長の原さんの方からお願いします。実行委員の原さんの方からお願いします。原と申します。資料を皆さんお手持ちですかね。一番後ろに基
長の報告ということで、朝まで大丈夫です。そう、朝で、でこの関東の共同代表の高瀬さんが本来するべきだったんですけれども、今そばかりこの実行委員会という、まあ、重要な会議に出ているということで、私の方で代わりに報告したいと思います。ページ21ページです。2020年改憲阻止、安倍政権を倒そう、院内集会基調報告、戦争推進のための不足を認定、安倍政権は明かせない窮地に追い込まれている、南スナの PKO 部隊の立法隠蔽を稲田防衛省が了承していたことが分かれた、さらに山本地方創生省が国家戦略局による獣医学部新設で対象区域決定の1ヶ月前に加計学園決定を前提に立ったという日本獣医師会文書が発覚した。稲田も山本も国会で全くの拒否答弁を行っていた。次から次へと問題噴出の安倍政権、これは大臣個人の資質の問題ではない、情報隠蔽と拒否答弁は侵略戦争に国民を総動員するために不都合な情報を隠し、逆にデマ情報を捏造した旧日本軍の大本営発表と同じだ。 1% の資本権力者による国家と国有財産の私物化、 99% の市民が反対する戦争路線を進める安倍にとって、秘密と嘘は不可欠なのだ。国民の怒りの声を突きつけ徹底追及し、稲田も安倍を辞めさせなければならない。稲田は、本日辞任しました。よし、会見は阻止できる。安倍は都議選後も自民党改憲案の臨時国会提出に向けて案をこの夏に絞ると、なお2020年会見を諦めていない、まあ、先ほどの国会前、官邸前では高田さんからも、まあ、早ければ来年にも国民投票も含めてあるんじゃないかというようなことで危機感が伝えていました。しかし政権内部でも意見分歧は深刻だ。公明党山口代表は政権が取り組む課題ではないと使いなし、岸田外相は今は憲法9条の改正は考えないと表明、自民党憲法改正推進本部の砂田本部長代行は、会見賛成が低下は首相の信頼の問題が大きい、会見日程付けの状況が厳しいと明言する。世論も安倍会見を支持していない。 ANN の世論調査によれば2020年会見反対と秋の会見案提出を評価しないはともに 50% を超える。安倍は2020年会見を諦めれば求心力が低下し、このまま強行しようとすれば支持率がさらに落ち込むというジレンマに陥っている。2020年会見は阻止できる。沖縄連帯で安倍政権打倒だ。7月23日投開票された仙台市長選で野党共闘候補が自公系候補を破った。都議選に続き安倍自民党の民意の表明だ。自民幹部がトップを変えればとまで言い出した。7月24日沖縄県は辺野古新基地建設をめぐる岩災破砕差し止め、訴訟を起こした。合わせて工事停止の解除分も申し立て、安倍の戦争政策新基地強行に立ちはだかる。障害行動実行委員会は7月24、25閉会中審査で、家計盛り届き額徹底追及、国会議員会館前合同戦い抜き、9月8日安倍会見を許さない大行動、安倍会見の市民アクション出発集会を開催し、有権者の過半数を目指す。安倍会見反対、請願署名を返すことに決めた。会見と一体の戦争準備と市民生活破壊に発行そうする安倍内閣を退任させるときだ。市民の怒りは日に日に増し、内閣支持率は 26% と第2次安倍政権の最低を更新。8月内閣改造に期待しないも 54% に達した。安倍政権はまさに崩壊の淵に立っている。全国は本日安倍大臣署名を提出し、2020年会見許すな怒りの声を全国から不安でアクションに取り組み、29、30、明日、明後日には2017年後に東京で会見策とものとも安倍内閣打倒へ運動方針を練り上げる。機は熟した。打倒の好機は今を置いて他にはない。会見阻止、安倍政権打倒を掲げ、沖縄との固い連帯のもと国会前と結び地域外交で行動を広げよう。国際連帯で戦い抜こう。内閣改造、看板書き換えだけで疑惑のまくりを許さず、安倍ありますやめろの声を全国で巻き起こそう。以上です。ありがとうございました。安倍打倒で後期だっていうぐらいに巻き散らりましたけれど、本当に今倒していくっていうことを通じて、もうこういう政治路線を全て否定すると、新しい政治潮流を私たちは作り出すんだ、そういうことで進めていきたいというふうに思います。それでは続いて連帯の挨拶ということで準備をしておったわけですけれども、
若干上間さん、今日こちらの方に到着をされたんですが、防衛省交渉行かれた後、少し調子が悪いということで、明日のことを考えて、今日はホテルの方へ帰っていただきましたので、連帯の挨拶はございません。それから福島瑞穂さん、参議院議員ですが、今日この会場を取っていただくにもかなり力を貸していただきました。今日は福島へ行ってくる。明日はギリギリに来ると言っていたけれども、前校はやっぱりオープニングがいいのよね。10時から12時までおりますということで、明日は福島瑞穂さんは10時にご出席いただけるということで、秘書の方から連絡をいただいております。それでは海外のゲストの方、先ほどからたくさん喋っていただいておりますので、ご紹介だけさせていただきたいと思います。ではゲストの方の紹介しますので、立ち上がってちょっと立ち上がってもらうだけちょっとしてもらいたいと思います。ではアメリカのペニーレックスさんですね。アリバー、Thank you。 ではイラクのサビール・アディさん、韓国の方から軍縮平和民間共同行動のユー・ミヒさん、ユーさん、海外でゲストの方に来られている方はいらっしゃらないですかね、今。で、先ほど官邸前のところには、韓国の方から希望連帯労組で、青年委員を、文殊宣言です、桃地宣言の3組に来ていただいてました。そしてインドからアミール・タラージ・ステファンさん、来ていただいてます。で、先ほど紹介ありました、沖縄の方から防衛省の交渉に参加してもらった上間よし子さん。そして明日は宮古島の方から東間真理子さん、来られます。で、沖縄から海瀬戸豊さんですね、来られます。で、福島の方から佐藤八郎さん、も明日来られる予定になっています。以上です。はい、じゃあゲストの皆さんありがとうございます。明日また熱い討議を作っていきたいと思います。それでは続きまして、今日の行動についての簡単な報告を各行動からしていただきたいと思うんですが、こうやってざっと見ますと、責任者の方はですね、設営等に行ってもうすでにここを抜けているということが分かりました。ですからその時はですね、私もそこに参加したよという人が積極的にご報告いただきたいと思います。まず最初にですね、今日、各葬儀企業行動をされました、首都圏仲間ユニオンの石川さん、お願いします。首都圏仲間ユニオンの石川と言います。最初に言ったのはコンビニの最低賃金を1500円にしようというのを、関西中心に集めていただいて、確か1080万円ということで、提出してきました。でその後日本ビルメンテという、今日、彼女本人が来ていただいておりますが、ちょっと葬儀の内容を簡単に説明しますと、入ったばっかり28歳の時に社長が送って行ってあげるよとか言って、車で連れてって、交換ミスをやると。でそういうことに対して、専務はですね、土下座して謝ったんですが、社長は絶対謝らない、認めない、そういう状況の中で新人も入ってくることだからということで、そういう話をしたらもう狙われて暴力事件でっち上げられて懲戒解雇です。で懲戒解雇だけじゃないです、160万の損害賠償請求裁判を向こうから起こされて今裁判やっております。でこちらも労働審判で戦おうということで、団体交渉もやっておりますが、謝罪行動も含めて、絶対に、負けないと、絶対に謝罪させて、職場復帰実現に向けて頑張っていきたいと考えています。そこで、12人ぐらいいて、で兵庫から来たよ、大阪から来たよということで、全員で社長はいたと思うんですけど、いないようなことだったんですけど、みんなの大きな声で謝罪で考えやりました。200枚以上のビラが負けたというふうに考えています。そういう解決に向けて大きな一歩前進できたというふうに思います。その後国際自動車の、署名をですね、今初めてばっかですが、個人が437、33団体の署名を今日提出しました。国際商社の戦いというのは、残業代ゼロという時代がまもなく、行われる、狙われている、そういう状況の中で残業代は払うの当たり前、この文化を打ち立てていく重要な戦いに今なっているというふうに思っています。
たった14人で始めた裁判が今は178名、そういう状況になっております。国際自動車の雇用組合を、からいっぱいですね、全労を、まあ、そういう葬儀をやってる組合を仲間に言うんですが、それをどんどん広げて、多数派の労働組合にしたいし、でタクシードライバーは残業代払ってないのがいっぱいありますから、そういうところ にもですね運動を広げていきたいというふうに考えています。まあ署名運動を始めたばっかりですが、100万ぐらいではないですが、万単位の署名を集めるために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。労働者は労働者と思わないどころか、逆にそういうふうにして、責任引っ越してくるなんていうことはふざけた話で、日本ビルメンテナンスと戦い頑張っていきましょうね。関西でも、入れ子さんはじめ仲間にを中心してマリバブル事件で、そうした問題解決で和解の方へ頑張ってきているので、みんなの力で頑張って一緒にやっていきましょう。はい、ありがとうございました。続きまして、文科省、責任者おりません。文科省の方の中に入った方、6名ほど入られた方ですが、手を挙げていただいていいですか。その中から私喋りますという人、手をそのまま挙げててください。はい、じゃあ手を挙げている方、そのままでどうぞお願いします。マイク持ってきます。こんばんは、大阪から来ました、ボランティアで、ひまわり組という、路上生活者の、支援団体というか、まあ、会員に行くだけなんですけども、そういった、活動をしている西原といいます。よろしくお願いします。今日もですね、文科省の方に伺いまして、まあ、責任ある返答をいただける方が、いないという状況で言ったら、また、実は応対される方が、誓っていたと。で名前を、伺ったところ、名前も初めは言わない状態でした。それはおかしいじゃないかということで、代表の方が抗議されましたが、やっと西川という名前を出した、ことでして、まあ、ほとんどまともに応対する気がないという状態、のようにもう見受けられました。で、私たちの要請書を見て、それで何もメモを取らず、その状態をまた批判すると、今度は、その要請書を裏返してそこにメモ書きをするような形でした。本当にですね、全く、応対、これをただ時間稼ぎで、そのまま、過ぎ去る態度にしか思えない状態でした。それですね、まあ批判、非難しながら、今の、この、家計学園、森友学園、このままですね、ブラックな状況をそのままにしておく、これ自体がですね、いわゆる文科省の、体制をそのまま、表している状態ではないかということで、最終的には、自分自身の意見としては、今ちょうど文科省がブラックなのかクリアなのか、これを問われる時期にターニングポイントになっているということで、最後に申し上げました。本当にその通りだと思います。本当に、今まで、首相が、疑惑に駆られるということは多数ありましたけれども、今回は教育という子どもが未来を担う機関であります。そういったところで、これは絶対ミスを起こさないというふうに今日は本当に思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。外では頑張ってみんな抗議のアピール運動をやっておりましたね。一言ありますか。いや、もう熱い抗議の声を私たちみんなで上げたので、絶対声声量としては届いてなくても、思いは皆さんと連帯して届いていたと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続いて内閣府、こちらの方も責任者今向こうの会場におります。内閣府に行かれた方、手を挙げてください。みんなさっき恐ろしがらず言ってあげてください。はい、そのまま私は発表できるという人の手を挙げたままにしてください。はい、じゃあそちらから。あんまり長くなってありませんね。はい、3分から4分程度で、一つは、いわゆる、向こう側が言うたのは、要するにその内閣府の場合はそういうメモを取らない。
ていうことを言われまして、そういうのは内閣府はメモは取らない場合が普通だということを言いましてですね、どうしたやろくにゃくにゃく、その人がですね、来られたんですよ、横であなたたちメモ取ってないじゃないですか。でそれで僕ぶっつく来て、え、客席でその問題のこの問題ちゃえよって言ってね、ちょっともらいましたけども、本数字からちょっと出ましたけども、まあ、一応そういうふざけたことを言うっていうね、内閣府はメモを取らないっていうのね。で、まあ、要はこちらから見たい、のはですね、そういう、交渉でもやってましたけども、結局その、この、チームは河内隆内閣府が、10時間前にですね、要するに一緒に、記者会見で、だんだん国民の理解を十分に得ていないことをもう認めながらも、文部科学省とのやり取りを協力したとされる文書を追加調査する考えはないと強調したということですよね。だから、残念ながら国民の理解を十分に得ていないということを言いながらもですね、この調査をしようとしない。ここが本数字なんですね、もともとメモの方がちょっと横行ってしまいましたけども、本来はこの追加調査をしない、そのことはどういうことやねんっていうことで言うてですね、そこがおかしいんちゃうかということを述べましたということで、だいぶ時間になりましたけども、基本的には、署名を、署名用紙は全部で、何文字か14,646と提出することができましたということで、関西は一万何ぼでしたか、ね、2,000合わせて、その辺の署名をですね出してですね、で、お分かりがいも、私の方ももっとちゃんと真面目に対応してほしいとか何してしなくてもしましたけどね、以上です。はい、はい、ありがとうございました。文科省の内閣府はですね、メモは取らない、ざけるんじゃないって言ってメモをみんな取ってるじゃないかって言って言わなくちゃいけないですよね、本当にね。けどしっかりした調査をやらせて、白黒はっきりさせていかなくちゃいけないというふうに思います。それから署名をね、みんなで集めてきたものを、今日は1万4000ほどでしたが、全体で2万以上の署名を集めて、この間安倍内閣の退陣求め、そして会見阻止ということでやってきました。明日の全校の本番でですね、みんなで運動方針を論議をして、新たな署名の提案ということで、また明日あるかと思います。運動を継続して頑張ってやっていきましょう。報告ありがとうございました。続きまして、反原発電力会社の方への行動を朝から取り組みました。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。本日朝、私は4時半に起きてきて、どこの誰かくらい、じゃあ名前を、すいません、大阪の秋野と申します。今回朝から4電、9電、東電、関電と4電力会社を行こうかということで行きました。で、朝9時半からスタートしまして、4電はですね、今ちょっとここにもおられないのかな、明日とかも参加されますが、四国の愛媛県からいつも伊方原発の30キロ以上の自治体要請行ってるんですけど、そこでいつも参加してくださってる門田さんっていう親子で来ていただきまして、その方が一緒に朝からずっと参加されました。で、読んで四国電力ですね、この、門田さんの要請文というか、それがすごく良かったです。いつも全ての人たちと共闘して子どもが安心して走り回れる生活環境を残したいと、世界の全ての生命が放射能に脅かされないように、四国電力へも緩むことなく原発3台を突きつけていくという言葉にすごく元気をもらいましたし、心強かったです。そして九電は同じような内容、ここに内容ありますけれども、原発が動いているからですね、やっぱり生態系もおかしくなってしまうと、温排水とか出ますし、それを言ったらですね、あんまり問題ないとか言って、ものすごい変な答えを言ってました。まあ、一応本社に伝えますと言ってました。で、東電、ここがですね、びっくりしたのは、今まで私たち関西電力前で座り込みしてまして、関西電力に要請したときに、要請文を渡しても回答前はしてくれてたんですけど、してたと言っても口頭なんですよ。文書は絶対出さなかったのに、四国東京電力は文書回答しますと、びっくりしました。いつもそうなのかな、東京の人はと思ったんですけど、これと楽しみにしてるんですけども、福島第二原発でですね、水蒸気爆発の恐れがあるのではないかという
ことが言われてまして、1日1回今弁当をしないといけない状況になっているんですね。そういうことはあんまり大々的には言われてないんですけど、これはどういうことやねんということをちょっと質問事項に入れたんで、どんな回答してくるか楽しみです。そして最後に関西電力、やっぱり一番ひどいで、3人しかあかんって言いまして、上に上がったら外に3人こっそりこう聞いてる人がおって、中にも1人2人が聞く人がおるという、本当に私たちを信頼してないのかというかね、そういうやらしい感じですね。で、受け取りました、本店に渡しておきます、この一点張りです、無責任な感じで話し出したと思ったら、なんか貝原さんとかよくわからないんですけど、そういう有名な汚染水の教授かなんかを読んで学習会してますとか言うて、まあ、偉そうに言ってましたけども、まあ、そんな勉強するんだったら、勉強したら原発全体を重んでっていうのは分かると思うんですけど、動かしてると、まあ、矛盾したことを言ってました。まあ、そんな感じで各電力会社は再稼働躍起になってますけども、そうじゃなくて福島原発事故の原因を追及し、そして絶対解明して原発は即座に止めてくれということを重ね強く言いました。そして皆さん東電の前では30人以上の方が来てくださって一緒にコールできて、関電も一緒に行けたんですごく良かったです。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。続きまして、日印原子力協定の関係で三菱重工からずっと回ったんですが、そちらの方に参加された方はおられますか？半径電のところで街頭行動で彼らは頑張っていると思います。中山です。大阪から来ました。私回答の仕方をね、ああいうふうに回答するんやーって勉強してきました。当たり障りのない日印にするんですよね。で、私言いましたよ、昨日も。原発はね、太陽でも1億5000万キロメートル体にあるんやと。だから500メーター先にね、原子炉を作って電気を動かす、そんな傲慢なことやったら人間ダメになるから殺されてしまうでというの一つと、それからね、もっとこのあそこではね、そのこの参議院議員会館とかね、なんかね、5、6人になりましたわ、外務省とか、なんかいろいろ読んだ人がね、やっぱり同じような回答でね、当たり障りない回答するんですが、で、力を込めて言うことは、これはもう、真逆に聞かなあかんなと思いましたね。例えばね、コンピューターシミュレーションしてないって言うんですよ、核爆発したときに、その汚染がどうなるか、そんなことね、インドでやって、日本でやってないはずはない。コンピューター使ってね、物理学者はもうしょっちゅうそれをシミュレーションしてるわけだからね、してないよ。で、私が考えたのは、その話全体を聞いてね、もう一つその前に、インドのこの、こうした、アミール・タラジ・ステファンさんのは、その現場から来たらしいね、原子力発電所の。だからものすごい表現、強く意見を話しましたね。見た目によらず、ペライがしっかりしてある。でもう一つはね、私思ったのは、あれ、やっぱりね、事実はもっと目のパターンから見なかった。対話してね、言うとる話でやったらね、水かけ物になってね、全然前進まん。上のパターンで、私ね、インドの原発はね、例えばベトナムとかね、トルコにあったけど、あれは何かな、それはそれはそれとして、本命はインドや。インドはね、西側のね、武力増加を核武装の、ね、増加のためにやってるんじゃないかなと。ただ金のためではないと。そういうことを、ね、言うたら、古川さんもね、そう言ってくれないと。いや、そんなこんなね、はい、頑張ってました。はい、頑張ってました。ありがとうございました。ちょっと昨日ですかね、新聞にも出ましたけど、パキスタンの元そのムシャラフさんですね、彼が要はインドとの間の関係の中で、核戦争をするかしないかということで、それが実際の中で議論になっていたと、そういう、まあ、緊張感がインパの間にあるということの中で、インドは核兵器の拡散防止条約の中には入っていないから、だから日本の核技術がそのまま転用されるっていうことを通じて絶対にダメだっていうことで、コアネットの皆さん頑張ってるわけですよね。だから協定は結ばれたけれども発動させない、絶対にこれを使わせない、そういうことで、今日の行動をやりました。輸出させないで、
政府に対しては外務省と経産省に対して行動させました、ね、行いましたが、今しゃべっていただきましたが、他に経産省と外務省交渉を日印協定に出られた方はおられますか。あ、もうおらんのですね。じゃあ今の報告で、はい、行きたいと思います。そうしましたら続いて防衛省の方お願いします。大阪から来ました田中と言います。防衛省の方ですね、人数制限があるということで上間芳子さん含め15名で参加してきました。で、本当に今回稲田防衛大臣が辞任という形になったんですけれども、稲田だけじゃなくてですね、本当に防衛省自体が隠蔽体質というか無責任体質というか、そういったことをすごく感じました。こちらのですね、要請事項はですね、3つ、辺野古と高江の基地建設をやめてくれ、そして南西諸島への自衛隊配備撤回、そして稲田の辞任を求めるという3つを掲げていました。で、回答としてはですね、本当に当たり障りのないと先ほどおっしゃってましたけど、同じような形ですね。稲田防衛大臣が6月の国会答弁で、8条件がないと、辺野古が建設されても普天間帰ってこない可能性ありますよと、そういうことを言ったんですけれども、普天間が帰ってこないことは、想定していないと、想定していないというのは、自分が想定していないだけで、それが、どうかという責任を取っていないわけですね。で、南西諸島へのオスプレイの訓練ですね、これが行われるのかということに対しても承知していないと、承知してるかしてないかじゃなくて、やるかやらないかを聞いてるんですけれども、承知してない、こういった責任感のない答弁しか、行わないということが見えてきました。で、上間さんがですね、いろいろ語るわけですけど、全くこちらの方見ない、という形ですね。本当に早く時間終わらないかなという形で、過ぎていっていきました。で、上間さんが辺野古高江行ったことありますかと、見たことありますかと、あなたたちはということを問いかけたわけですけれども、それに対しても横を見る感じでですね、一対一と手を挙げてくださいということに対して もう全く無反応という、ような本当にひどい状況でした。本当にね、ただこの中で、辺野古から上間さん来て、現地の声を届けるということが非常に重要だなと思いましたし、今後もこういった行動を続けていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、厚生省とそれから環境省、原発関係でやりました委員大集会、よろしくお願いします。14時から15時半まで、ちょうどこの部屋で約40人で、厚労省3人、それから環境省2人相手に交渉いたしました。資料の中に請願趣旨の文書あります。今日は、トピックを少しだけ紹介します。厚労省の、2番目のところ、私たちのいつも応援してくれている医療問題研究会の方々が発表した福島および近隣の子ども周産期死亡の増加などを合わせた論文をいつもデータとしてつけて例中に渡しています。それを見て今日出てきた母子避難官というところの連中は、この論文についてはコメントしないと言っていたんですが、論文のコメントじゃなくて、お前このデータを見て危惧はないのか、なんか厚労省の中で研究せなあかんと思えへんのか、心配ないのかと言うたらば、最後にポロッと、個人的には死亡率は上昇してないと思いますというコメントをしました。お前コメントするかというふうにスタイルを突っ込むと、うにゃうにゃうにゃって言ってましたけども、結論として、人口動態調査というこの周産期死亡率のデータの一番大元になった、規模が一番大きくて、正確なデータを再度交渉なので見直すというところまでは約束させました。ただ見直したところで何が出てくるかは全く分かりません。そこ で次回交渉するときは、事務官じゃなくて医者専門官をぜひ出席させてくださいというふうに要求いたしました。それからですね、3番目の除染作業者の放射線障害の問題です。
僕は今日初めて請願中身に載せました。私たちが福島に行っていつも見る光景ですが、女性作業者がマスクが非常に粗末なもの、防塵マスクじゃなくて普通の花粉症のマスクみたいなもの、それから長靴を履いていない、あるいは地面の上に新聞紙を引いてゴロンとひっくり返って休憩していると、その非常に高線状の汚染地域でこういう状態がよく見られるわけです。こういうことをあんたら知ってるかと、あるいは現場監督知ってるかってことを要求しました。追及しました。私たちもこれ以上今具体的なデータがありませんので、今後この辺については厚労省にデータを要求しながら、この女性の作業者による被曝、これ結構高いと、今日もどのくらい被曝してるかということを一人の厚労省の職員も言ってましたけども、10ミリシーベルトぐらいだと。これって労働者としてみたらば結構高いわけですよね。原発当時でも普通10ミリシーベルトだっていうのはめったに被曝しません。こんだけカウントされてるってことはかなりのところで仕事をされてるということだと思いますので、ここについては健康診断署名運動の一つのテーマとしてこれから考えなきゃなというふうには思っております。以上です。それで署名は4227筆提出しました。ようやく7000人届いたところです。ありがとうございました。17万人、すいません、17万人届いたところです。7000ではないですよね。はい、ありがとうございました。法務省への抗議行動を参加された方おられますか。唯一、約束しない法務省、コメントじゃないの、もらうこともしないし、それから、場所を設けることもしないしということで、市民の権利を、ね、として、いろいろ聞いたりすることもさせないような形で妨害じゃなくて歯向かってきた法務省に対して、今日は受け取るだけもしないって言ったけど受け取らせることと、それからコメントをまたよこすってことは一応させました。でもう態度が本当に階段のところで立ち話やし、そのなんか鎖で張ってるところにこういろいろ文句言いながら、そんな形でしたけど、やり方本当に汚いぞということで、みんなでにらみつけて、声を上げて、で国民をこんなふうに邪険に扱うなということをみんなで怒って、この強行罪は絶対廃止に持っていくということを私たちは思ってるということで、何回でも来ますということで伝えました。そんな感じでしたけど、そんな感じでよかったです。まだ対立共謀罪について付け加えたいと言ってありますか。よろしいですか。今ざっと報告をしていただきましたけれども、今日延べ人数約90名から100名の方が一日の行動の中で、行政行動に参加をされたというふうに思います。今日初めてこういう行政行動に参加してみたっていう方おられますか。一回もしたことないよっていう方で、せっかく始めたので感想を一言くらいずつも初めての方回したいと思いますので、じゃあもう一回ちょっとやってみてください。初めての人、実際中に入って行政やり取り見てません。どこの誰、どこから来たかみたいな。大阪の茨城の竹内と申しますけど、実際中に初めて参加しましたけど、中に入ってその相手のやり取りは見てませんので、それは何とも言えません。あ、そうですね。わかりました。じゃあ尼崎から来ました杉本というんですけども、全校の大阪の集会にとかを出してるうちにこんな雨になってしまいました。お前暑い中来てくれ言われて、お前かなかって俺も大変でした。だけども、感想やからこんなもんでいいと思ってるんですけど、面白かったです。言いたいことも言えたし、こんなもんかなと。ね、そうやけど内容は良かった。こういうことが一番いいんじゃないかと思います。以上です。
です。今回初めてワンデーアクションに参加して直接こうして防衛省とか法務局長とかに言う機会があるっていうのは民主主義としてすごい大事だなと思いました。ありがとうございます。遠慮なく初めての人手挙げてくださいね。通り過ぎちゃうといけないから。はい、どうぞ。LRA 労働組合の有田と申します。今日はですね、とりあえずまあその我々の活動をみんなにその、まあ、中央の方で知っていただきたい、知っていただきたいという、まあ、思いで今日初めて参加させていただきました。まだ明日明後日もあるので、まあ兵庫の伊丹の方でですね、通りっていう感じが隅っこの方で終わらさせてるんですけども、これをまあ中央の方でね、知っていただいて、ここから声を上げていただいて、初年と全国の方に知っていただきたいと、こういうふうに思っています。では皆さんよろしくお願いします。大阪にいましたら森田といいます。デモなんかはよく参加しておったんですけど、こういう省庁ですね、署名を持っていて、こういうふうな声を届けて、相手からの、まともな返事、期待はできなかったんですけども、こういう届けることは、これからですね、どうやっていかないといけないということかと思います。京都から来ました中井と申します。私は前から原発反対の活動を主に重点的にデモとかいろんな形で参加させていただきまして、だんだん原発事故から、原発反対に行動をしているうちに、瓦礫問題でありますとか、で途端間に戦争法案の戦争法案に入っていき、でだんだん戦争に結びついていく形で全校さんでやって、一緒に今日参加させていただきました。で今日、いろいろ、どういうんでしょうか、参加させていただいている上で、皆さんがこういう活動をさせて、していただく、その姿を見て戦える人がこんなにもまだいるんだなと実感した、大変どういうんでしょう、嬉しく思いました。はい、ありがとうございます。こっちも今嬉しいです。私自身の葬儀はすごい小さいんですけれども、ちょっと何年か前に受けた防波未遂で、それがきっかけでちょっと大きな葬儀をちょっと今なっちゃってるんですけれども、今日こんな大きな団体の人たちと一緒に活動ができたんで、多分圧力になったと思ったので、すごく助かりました。なので、私も皆さんのお力になれればいいので、何かできることがあれば、今日はありがとうございます。新潟出身の末竹明日奈良です。明日は司会をしますので、はい、よろしくお願いします。以前チョイさん、沖縄のチョイさんの、防衛省に、研究護岸がどうのこうのっていうのにはちょっと言ったんですけど、あ、そうなんだなと思って、この人たち全然まともに話を聞かないし答えられない人たちなんだなと思って、今日の防衛省どうかなと思ったら、相変わらずひどいなと、人は変わっても大体ひどいもんだなと思って、日本語で聞いててイエスかノーかしかないでしょって言ってるのに全然違う答えが返ってくるっていう、本当に時間の無駄だなと思いました。でもこの人たちをどうにかしてあげたいと思ってるので、嫌いとかムカつくなんてそんな感情なんかもさておいて、あの人たちも含めて良くしていきたいなと思っているので、これからもくじけずに諦めずにどんどん進んでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。西原さん、ごめんなさい、忘れてました感想。西原です。いつも路上の人と挨拶したりとか、がメインのボランティアやってるんで、こういった館長とか見ながら、すんげ
けたてもんやな。で、頭を真っ白にした状態で来たんで、まさか今日文科省、防衛省の中に入って、ほんでこの参議院の、会議所に入って、あと法務省の前で門前払いで、まあ、こんな体験っていうのはなかなかないんで、遠足気分でほんまにちょっと今後歩いて、たんですけど、まあ、いわゆる官庁内の公務員といわれる方々を見て思ったのは、普通日本で民主国家って言われてるけどどうなんかなって思ってる時に、やっぱりこの人らは民主主義やと思ってないっていうのはものすごく感じました。やっぱり官僚主導、であり、まあ、防衛省なんか見ればもうこれはアメリカの属国という不安ばかりの、まあ、対応っていうところをものすごく感じましたね。本当に腹立たしくて、やっぱ民主主義との、評価された行動としてやってることに関してのあまりの無関心さっていうのにやっぱ腹立たしました。やっぱりこういうことをやっていくのは本当に針で、ね、象の足を刺すような、まあ、あれですね、運動家とは思うんですけど、まあ、やり続けていくことで価値が出るんじゃないかと思いました。あとはね、どんだけ参加できるか分かりませんけれども、今後ともまあ関わっていきたいなと、少しだけ思います。ありがとうございます。少し、たくさん持ってください。初めての方で、まあ、喋ってない方おられます？そしたらね、さっき僕忘れちゃいました。厚生労働省の介護の問題は喋ってもらいましたっけ？どんなか。はい、お願いします。まず署名4059です。今日から提出してきました。今回厚労省6人、過去最大かな、6人出てきて、一応交渉で要請分に対する、答えを一応全部もらったんですけど、大きくは2点、について、話しました。まず1点は2018年度の介護保険改定の中で、介護の改善が進んだ自治体に交付金を出すという話があって、これについてどういうことやねんという話をしました。中身でいうと介護度が、まあ、大体分かると思う、介護度4の方が2とか1とかに、介護度が下がった時にそこのところにはお金を出すと、何のことを言ってはるんだろうというところだったんですけど、厚労省的にはプロセス指導をしっかり、準備段階をしっかり見ていきますっていうふうに言ってやったんですけども、結局は結果を見る指標をもとに、施設側はやっていくので、その介護度を下げられる人をメインに入れるっていうことをやっていくことが目に見えているので、その結果を見る指標は外してほしいというふうに訴えてきました。で、いろんな、指標を集めて情報収集をしてやっていこうと思っていますって言われてたんですけども、適化しないでほしいというふうに言うて検討しますで終わりました。で、あともう一点は、小規模定員についての倒産が増えているということを、厚労省も認めました。で、これについては、労働者1、利用者2の状態の手厚い介護というのが状況が全く見えない、つかめない、やっているところがないというふうに訴えられまして、いやいや、やってますよというのを、情報をくださいと言われました。で、小規模デー自体が、必要なのかどうなのか、そもそも検討しないと、言うていく情報もないからっていうふうに言われてまして、何を言うてるんだろうということで、こっちが言うたのが、手厚い介護をすることできめ細かい介護ができるし、大きい施設では、職員1人に対して利用者さん8人から10人を見ている状況を考えると、小規模では、1対2もしくは1対3の割合で手厚い介護ができるので必要なので、
介護報酬改定で、報酬単価が引き下げられてるんですけども、報酬単価を上げて、倒産しないように、しっかりと対応してほしいというふうに言ってきました。で、最後に言われたのが利用者として、利用者さん、利用者だ、お年寄り、その介護保険を使っている方から、老老介護している方から、声が出まして、利用者としては、安心 して預けられる場所などで商業では増やしてほしいというふうに訴えられて、それで終わりました。以上です。ありがとうございました。先ほどもらってしまって申し訳ありません。こういうようなことを今日一日と回ったわけですけど、自分たちの要求を集めてね、それを政策化して運動化していくっていうことを、明日明後日の大会の中で、全国の中で話を進めたいと思います。最後になりますが、田中さんの方から、関西実行委員長ですけれども、全校の明日の明後日の2つの動きですね、皆さんにご紹介お願いします。お手持ちのリーフレットあれば、そちらの方を見ていただけたらと思います。今日ワンデーアクションですね、お疲れ様でした。これ力尽きることなく、明日、明後日と2日間で、ね、頑張るわけで、頑張っていきたいと思います。で、係り回収会の方なんですけれども、今発表してもらったようなさまざまな運動あります。それを持ち寄ってですね、集会ということで元気始めていきたいと思います。で、明日の午後ですけれども、メイン集会ですね、沖縄、アメリカ、韓国、イラク、等々ですね、さまざまな海外、国内のゲストの方と、戦争と戦争なくして平和を作るということを、テーマにですね、行っていきたいと思います。で、夜はですね、コンサートを積むんですか、ね、マスナルさんが司会ですかね、はい、楽しみましょうね、コンサート楽しみましょう、盛り上がっていきたいと思います。で、あさってですね、7月30日、日曜日ですけれども、各分野に分かれて、分野別分科会ですね、討議されます。今行われているですね、運動、これをもっとですね、深めていくために、でこの夏、秋に広げていって、安倍政権を打倒するために、どうすればいいのかっていうのを真剣に討議していきたいと思います。で、午後からですね、交流の広場、7つあります。で、その後総括集会で、各分科会で、話し合った方針ですね、それを全体化してですね、みんなで頑張っていこうということで、やっていけたらと思います。かなり中身の濃い2日間ですけれども、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。何か質問ありますでしょうか。よろしいですか。もう目の前のビールが一杯飲みたいという気持ちかもしれませんが、ですね、シアター千住、それからサンパール荒川ってありますが、明日はサンパール荒川です。で、後ろに荒川の都電ですね、荒川区役所前から徒歩2分という具合にありますので、遅れないで参加をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。全校を成功させていきましょう。じゃあこれで終わります。スモハシャスムリダやったっけ、スモハシャスムリダ、お疲れ様でした。はい。